チャンネルです。今回の動画は風邪についてのお話です。最近寒くなってきましたので、皆さんも体調崩されたりだとかありませんでしょうか。よくワンちゃん猫ちゃんも風邪ひくのっていうふうに聞かれますので、今回は、ワンちゃん猫ちゃんの風邪についてのお話をしていきます。今回お話しすることはですね、まず一つ目は、そもそも風邪って何なのかお話をしていきます。風邪っていうのは病気というよりかは風邪症候群って言って、いろいろな症状を、総称したものを風邪っていうようですね。ワンちゃん猫ちゃんも少し曖昧な部分がありますので、それについて少しお話をしていこうと思います。次にですね、注意が必要な症状です。風邪かなって思う症状は、お熱があったりだとか咳をしたりだとか鼻水が出たりだとか、いろんな症状があると思うんですけれど、その中でも注意が必要な症状についてお話をしていきます。で、最後にですね、各症状別のですね、原因についてのお話をしていこうと思います。で、そもそも風邪はですね、風邪症候群っていうふうに言われていて、鼻から、喉にかけての、急性炎症が起こる疾患の総称を風邪と言います。風邪症候群といって、通称を僕らは風邪っていうふうに呼んだりもしますね。風邪というと、鼻水だったりだとか咳だったりですとか、お熱が出たりくしゃみなどの症状っていう軽い症状のイメージがあると思いますけれど、ワンちゃん猫ちゃんの、風邪っていうのも同じようにですね、とても曖昧なところが多いです。いわゆる風邪って言われるような症状は、一つだけではなくてですね、症状が重なることが多いですね。例えば鼻水だけ出てるっていうよりかは、それに付随して涙目になってるよとか、くしゃみも一緒に起きてるよとか、そういったようなことが多いんですけれど、一般的には軽い症状が多いんですけれど、経過が長くなると重症化するっていうのもワンちゃん猫ちゃんの風邪の特徴かもしれません。風邪を疑うような症状の中のですね、一つとして鼻水がありますけれど、じゃあお家の子で鼻水が出た場合にですね、まず確認していただきたいことは色ですね。それが鼻水の色が透明なのか、青いのか、青っぱなですね、そういったものが出てるのか、あとは赤い、出血をしているだとか、そういったものを見ていただきたいです。で、あともう一つはですね、粘り気があるのか、サラサラした鼻水なのか、ネバネバした鼻水なのかっていうところをちょっと注意して見ていただきたいですね。例えば若い子に多いのは、青い鼻水で、ネバネバしているような鼻水ですね。これはですね、多くの場合は細菌感染といってばい菌が原因で鼻水が出ていることが多いです。で、鼻水だけではなくてもですね、青い分泌物っていうのは多くの場合は膿が出ている場合が多いですので、その場合には病院に行っていただけるとよろしいかと思います。もう一つの症状として、咳が出てる時にまず確認していただきたいことは、その咳の回数ですね。それが1回だけだったのか、毎日何回かあるよとか、1日の中で頻繁に咳があるだとか、そういったようなどれくらいの頻度で咳をするかっていうのをまず見ていただきたいですね。で、次にその子が咳をするタイミングも、しっかり見ておいていただくとよろしいかと思います。寝起きに咳をしてしまう子ですとか、朝は日中は咳をしないんですけれど、夜だけ咳をすることがですね、時間帯が全く関係なくてまちまちだよっていうような、咳をするタイミングも、見ていただくとよろしいかと思います。で、ちなみにワンちゃんの、風邪はケンネルコフって言われることが多いですし、猫ちゃんの、風邪は猫風邪って言われることがありますけれど、両方ともですね、やっぱり小さい若い子ですね、生後1ヶ月とか2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月のまだ成長期の子に、起きることが多いです。で、今挙げた症状の、原因についてなんですけれど、年齢によって考えられることが、違ってきます。例えば成長期の場合ですね、生後1ヶ月からまあ大体4ヶ月ぐらいのまだ免疫力がしっかりしてないような、抵抗力の弱いような子たちは、咳の原因っていうのは、ウイルス疾患っていうのが、背景としてあるかもしれないですね。猫ちゃんの場合であればヘルペスウイルスだとか、そういったものが関係して、ワンちゃんの場合ではアデノウイルスっていうような名前のウイルスが関係していることが多いかもしれません。まだ若いですね、小さいワンちゃん猫ちゃんが鼻水が出てる時には、これが一般的な風邪の症状の代表なのかもしれないですね。先ほどお話ししたように青っ鼻が出てネバネバしてるような鼻水ですね、それが、生後1ヶ月だとか4ヶ月っていうのは若い子が出てる時には、風邪の症状が疑えるかもしれません。で、これがですね、もう抵抗力だとか免疫力っていうのがしっかりあるような中齢とか高齢の子になってきた場合に、咳の原因としてはもしかしたら心臓病が背景にあるかもしれないですし、気管の問題ですね、喉の問題がもともとあって年齢とともに、咳の原因となっている可能性があるかもしれないです。
他にもですね、鼻水が、例えば片方の鼻から出ているよ、出血しているよっていう時には風邪だとかそういうような状態よりも、鼻の中ですね、鼻腔内の問題、ちょっと怖い例を出しますと、ガンだとか腫瘍っていうようなものが隠れていて、風邪のような症状が出ている可能性があります。ですのでやっぱり気にしていただきたいことはですね、その子が何歳なのか、若い子なのか、高齢の子なのか、あとはですね、ただの風邪の症状なのか、他の問題なのかっていうのもすごく重要になってきます。でやっぱりですね、不自然な症状、例えば10歳の子がですね、今まで10年間全くそういう鼻水が出たりだとか、咳をしたりくしゃみをしたりだとか、風邪を疑うような症状がないのにもかかわらず、この年齢になっていきなりそういうような症状があるっていうような不自然な場合には、他の原因をしっかり考えてあげられるとよろしいと思います。ので、気になる点がある場合には、かかりつけの動物病院の先生に見ていただくとよろしいかと思います。まとめです。今回はワンちゃん猫ちゃんの風邪についてのお話をしました。そもそも風邪っていうのは風邪症候群といって、まあ、咳、鼻水ですね、発熱、くしゃみだとか軽い症状が複合的に絡み合ったものを、まあ、風邪というようなことが多いかもしれません。若いワンちゃんの場合にはケンネルコフっていうような名称で呼んだりすることもありますし、若い猫ちゃんの場合には猫風邪って僕らは呼んだりすることが多いですね。注意が必要な症状としては鼻水です。鼻水が出た場合には色の確認ですね、あとは粘り気の確認なんかをされるとよろしいかと思います。であとは、咳が出る場合にはその回数ですね、1日に何回出るのか、頻繁に出るのか、あとは咳が出るタイミングです、夜なのか寝起きなのか、時間を関係なくまちまちで出るのかっていうのをしっかり見ていただくとよろしいかと思います。でまた、注意していただきたい点としては、抵抗力のない、若い子たちですね、っていうのは単純な風邪の症状っていうのは多いかもしれないです。単純な風邪の症状っていうのは少し治療をしてあげると、治ってしまうことも多いんですけれど、放っておいてですね、長期化すると重症化するリスクもありますので、早めに動物病院の先生に見ていただくとよろしいかと思います。であとはですね、高齢になって風邪を疑うような症状が出た場合にはちょっと違う目線で見てあげるとよろしいかと思います。今までそういうような症状がなかったのに急に風邪を疑うような症状とか気になる症状がある場合には、もしかしたら風邪とは全く違うような問題が背景に隠れていて症状を出しているかもしれませんので、気になる場合には、ぜひかかりつけの動物病院の先生にご相談いただくとよろしいかと思います。今回の動画は以上です。それでは失礼します。以上 MH チャンネルでした。